家庭菜園ライフ。目黒区で菜園をしている川西です。今日は7月のおすすめ野菜ランキングをご紹介していきます。7月はいよいよ夏野菜がね、たくさん収穫の時期になってきます。また冬野菜を仕込んでいく、そんな時期も始まっていきます。今回は6月に栽培が終わった場所に植えるお野菜や、その他冬野菜に向けたお野菜など、これから始められる野菜についてご紹介していきます。今回もいつものように3つの評価軸でご紹介していきます。1つ目は収量、2つ目は病害虫への強さ、3つ目は貯蔵性になります。この3つの軸を星5段階評価で評価しまして、ランキングとしています。それではもう7月になって暑くなってきましたけれども、頑張っていきましょう。それでは行ってみましょう。はい、それではまず那須野菜の状況を見ていきましょう。こちらトマトご覧ください。こちら中玉トマトですが、こんな風にかなりなってきてますね。下の方はもう赤くなっていて、上の方の実もできてきています。7月はゲリラ豪雨なども多いので、トマトが割れたり他の夏野菜が病気にかかったりする前にぜひ収穫してみてください。また玉ねぎやニンニクの跡地なども使える状態になってくると思います。そういった場所を今回ランキングでご紹介する野菜を活用していくのもいいと思います。夏野菜の栽培と次の野菜の準備、それぞれ進めてみてください。それでは早速ランキングに入っていきましょう。それでは第5位です。第5位はトウモロコシです。トウモロコシの中でも秋どれの品種がおすすめです。秋どれのトウモロコシの収穫は今から始めていただくと9月頃の収穫が見込めます。王道品種のゴールドラッシュなどの品種がありますので、そちらを栽培してみてください。ただし難易度は少し上がって、泡の芽が被害に遭う可能性が少し高いです。少し多めに撒いておき、被害に遭う前提で栽培していくのも一つの手だと思います。逆にメリットとしては、発芽しやすく育てやすい点と、たっぷり夏の暑さで光合成をして糖度が高まりやすいという点がメリットです。早巻きしたトウモロコシは防寒対策が必要でしたが、そういったことも不要なので、小さいうちに雄花が咲いてしまったりとか、当該に合うような被害は起こりづらくなります。それでは評価軸ですが、まず収量は1株に1本、また泡の芽が被害があるので少し収量が落ちる可能性があります。この2点を評価して評価は2といたしました。続いて病害虫被害ですが、先ほどからご紹介している泡の芽がの被害を抑えるのが難しいので1といたしました。保存性ですが、トウモロコシは収穫当日に食べるのが最も美味しいので、あえて低めの2といたしました。合計評価が5点の第5位です。栽培が少し難しいのが難点ですが、うまく取れたものは非常に美味しいトウモロコシになりますので、ぜひチャレンジ品目としてやってみてください。続いて第4位です。第4位はブロッコリーです。秋冬野菜の王道品目のブロッコリーですが、ご自身で育苗される場合は7月くらいからが開始になります。ブロッコリーは8月の後半から9月の頭の時期に植えるのが重要で、植え時期を間違わなければ大きな立派なブロッコリーができます。ですので苗作りも逆算して1ヶ月前くらいからしっかり始めていきましょう。ホームセンターでも苗は手に入りますが、珍しい品種や好みの品種があればぜひ育苗からチャレンジしてみてください。ということで評価軸ですが、一つの大きな花蕾を取る栽培方法になります。茎ブロッコリーなどと違って何度も取れるものではありませんので、評価は2といたしました。病害虫の被害ですが、栽培初期の害虫被害を抑えれば他の冬野菜に比べれば害虫被害は比較的少ないので、評価を3といたしました。最後貯蔵性ですが、生のままだとなかなか日持ちしませんが、冷凍すれば保存性には優れていますので評価を4といたしました。合計点数が9点の第4位です。脇芽が多く出る品種を育てていただくと収量もアップしますので、そういった品種を選んでチャレンジしていただくのもいいと思います。おすすめとしては緑霊などの品種になります。それでは第3位です。第3位はオクラです。オクラの栽培時期としてはギリギリになってきていますが、7月から始めていただき秋頃までの収穫を目指していきましょう。オクラは肥料型だと栽培初期に背丈が低いまま花が咲いてしまいますが、玉ねぎやニンニクの跡地などを使うとそこまで肥料型でなければ比較的に育てやすいと思います。じゃがいもを栽培していた場所は要注意で、大
き肥をしている場合は塊で肥料が残ってしまっている場合があります。必ずしっかり土を耕して栽培してみてください。オクラは夏には非常に重宝する野菜ですよね。栽培場所があればぜひこれからでも挑戦してみてください。それでは評価軸です。収量ですが、長く栽培できればかなりの本数が取れます。また一穴に 3,4 本ほど育てるとお互いが競い合うように成長して収量もアップしていきます。ということで評価を3といたしました。続いて病害虫への強さですが、オクラは実に被害を与える害虫は比較的少ないので栽培してからもそれほど害虫対策は必要ありません。アブラムシが好んで寄ってきてはしまうんですが、7月から9月くらいはアブラムシの活動も盛んではありませんので、この時期に育てるオクラはあまり被害がありません。ということで4といたしました。最後保存性ですが、そのままでは長持ちはしませんが、オクラも冷凍して保存することが可能です。そういった保存性を考えて3といたしました。合計点数が10点で第3位です。夏バテ対策の野菜としてもちょうどいいので、ぜひ栽培してみてください。続いて第2位です。ネギです。ネギは7月から12月頃まで育てる栽培品目になります。場所は占有しますが、手入れなどはあまりありませんので比較的育てやすい野菜になります。土寄せや追肥などそれくらいを注意していただければうまく育っていきます。7月からのおすすめは干しネギです。非常に生育が安定してますので、初めての方でも栽培しやすいのがポイントです。ホームセンターに並び出しますので、ぜひ購入してやってみてください。それでは評価になります。収量ですが、九条ネギなどを購入すれば分結して収量も増えていきますので4といたしました。病害虫への強さですが、こちらもあまり被害に遭うことは少なく、全滅させてしまうような病害虫はあまり発生しづらいです。ということでこちらも4といたしました。最後貯蔵性ですが、畑にそのまま残して冬場ちょっとずつ取るという収穫方法ができますので、春くらいまで畑で保存しながら食べていけます。その点を考慮して4といたしました。合計点数は12点で第2位です。栽培期間は長いんですが、収穫が始まったら長く楽しめます。また九条ネギは翌年の苗として持ち越すこともできますので、ぜひ栽培してみてください。それでは第1位です。7月のおすすめ野菜ランキングの1位は人参です。私は人参が大好きなので、それもあり1位で嬉しいです。でも人参が好きだから1位にしたわけではないですよ。夏人参は皆さん王道の栽培期間だと思いますが、冬場に向けて非常に重宝する野菜になると思います。今回は栽培の難易度などは評価軸に入ってないんですが、少し難しさもある栽培になります。夏の人参は発芽をさせたらほぼほぼ終わりというくらい発芽させるのが難しいのが特徴です。7月に入りますと夏本番になりますので、難易度が少し上がってはきますが、うまく発芽させれば冬には甘くて美味しい人参が取れると思います。間引きした人参の葉っぱや小さい人参もスティック状のものとして食べれますので、家庭菜園ならではの楽しみ方だと思います。ぜひ人参栽培挑戦してみてください。人参を私がなぜ好きかというと、やはり育ててる時にハーブみたいな可愛い葉っぱでとても可愛くて癒しなのが好きなポイントです。あと葉っぱが本当に美味しくって、天ぷらにしてぜひ皆さんに食べていただきたくって、あんまり八百屋さんとかで葉っぱ売ってないものが多いので、まあ、この家庭菜園ならではの楽しみになるかなと本当に思います。ちょっと最初のところだけ大変なので、そこだけ集中していただければ頑張れると思いますので、ちょっと頑張ってみてください。それでは評価軸です。収量についてですが、小さな面積でたくさんの収穫を狙えますので、評価を4といたしました。病害虫への強さですが、夏場気をつけたいのはアゲハチョウの幼虫です。比較的対策しやすいのでこちらも4といたしました。保存性ですが、冬場の収穫が始まれば春頃まで畑で保存できたり、ご自宅でも保存しやすいのが特徴です。3ヶ月から半年ほど保存できますので、評価を5といたしました。合計点数が13点で第1位です。ぜひ人参栽培に挑戦していただき、冬場の野菜として重宝するような体験をしてみてください。それでは質問コーナーです。こちらのミョウガの栽培の動画にコメントいただきました。
庭のミョウガがぼうぼうに生い茂っていたので根元から刈ってしまいました。大丈夫でしょうか。女房から怒られるので言い訳アドバイスをお願いします、というご質問いただきました。ありがとうございます。残念ながらミョウガを切ってしまったということで、今年は諦めていただいた方がいいかなと思います。どうしましょう、奥様への言い訳をどうしたらいいか考えたんですけど、もうちょっと回復の方線は難しいので、お花やケーキなど奥様が好きなものを盛大に買ってプレゼントしてみてはどうでしょうかちょっと来年そして成功させてリベンジしていきましょう。応援してるので頑張ってください。今日は7月のおすすめ野菜ランキングをお伝えしていきました。この動画が参考になった方はチャンネル登録と高評価お願いいたします。それではまた。